ということで2024年が始まりました、今年もどうぞよろしくお願いいたします。早速ですね、1月1日朝一で福袋をゲットしてきたので、今日は福袋を開封していきたいと思います。今回買ってきた福袋はカルディの福袋、マクドナルドの福袋、久世福商店の福袋、あとはこちら山田屋さんのお洋服の福袋をゲットしました。ちょっとさ、1本の動画だと紹介しきれないかもしれないので、もしかすると2本になるかもしれないです。ぜひ最後までご視聴していただけると嬉しいです。はい、ということでまずはこちらカルディの4500円の福袋を開封していきたいと思います。毎年カルディの福袋は買ってるんですけれども、カルディはだいたい11月の終わりぐらいに抽選があって、その抽選に当たると福袋ゲットできることになります。ということで開封していきたいと思います。カルディはさ、結構本当に毎年いろいろ入ってるんですよ。わお。まずはこちら豆乳ビスケットお正月パック、これはね去年も入ってましたね。こちらが入っていました。ちょっと開けますね。はい、こんな感じでいちご塩キャラメルピーナッツのビスケットが入っています。お子さんがねいる方はすごい喜ばれるんじゃないかなと思います。お正月とかね、親戚の集まりに持って行ってもいいし、何かと便利じゃないかなと思います。塩キャラメル食べてみよう。こんな感じ。うん、おいしい。お次はこちらウォーカーフレーバーアソートが入っていました。このウォーカーのショートブレッドってめっちゃ美味しいよね。だから私毎回入ってるとめちゃくちゃ嬉しいです。お次、はい、こちらパスタですね。モンスーロリングイネのピッコレナンバー9ってやつです。こちらのパスタが入っていました。ちょっと平打ち麺な感じのパスタとなっております。これめっちゃ美味しいよね。毎年パスタも入っていてすっごい嬉しいです。そしてお次、モヘジの玄米の食べるスープアソートですね。これもね去年確か入ってたと思うんだけど、めちゃくちゃ便利なんだよね。ちょっと小腹が減った時とか、夜寝る前になんか食べたいなっていう時、こういうのあるとめちゃ便利じゃない。野菜和風醤油味と五穀鶏だし塩味が入っていますね。いいですねこれ。お次、結構お菓子が多めですね。七幸福ミックスおかきが入ってました。縁起のいい七福にちなんで、白だし風味の7種のナッツやあられをミックスしたものが入っているそうです。こんな感じ。おお、結構たっぷりいろいろ入ってる。こんな感じです。うんうん、ちょうどいい塩加減。これ止まらなくなるやつですね。うんうん、あ、本当に白だしが効いていて、うどん風味って書いてあるんだけど、まさにそんな感じの味です。美味しい、これ。これはね、もうね、絶対止まらなくなるやつ。美味しい。お次が、燻製ベーコンおかきミックス。こちらが入っていました。こちらはですね、おかきに燻製ベーコンの風味を効かせました。ミックスしたチーズとアーモンドが相性抜群って書いてあります。やばいね、これ。絶対お酒に合うやつだと思います。これはお酒のお供にちょこちょこ食べていきたいと思います。美味しそう。はい、お次はこちら。ティムタムのチョコレートビスケット入ってました。これもさ、ブラックのコーヒーと一緒に食べるとめっちゃ美味しいよね。もうお菓子がたくさんすぎて、やばいよね。はい、お次。ラ・ポシェ・ゴシュ・タルトレット・ストロベリーですね。こちらが入っていました。このストロベリーが詰まったクッキーってめちゃくちゃ美味しいよね。やばい、お菓子がたくさんすぎて、これは長男が帰る時に少し分けてあげましょう。はい、お菓子類は以上になります。ちょっとさっきパスタをね紹介しちゃったんだけど、あ、チョコレートがあった。じゃん、これもさ毎年干支のチョコレートが入ってるんですけど、今回は辰年ということでこちらの辰のチョコレートが入ってました。このチョコレートさ、意外に美味しいんだよね。お年賀とかお友達に会う時にちょっとね持って行ってもいいんじゃないかなと思います。はい、こん
当に本当にお菓子は以上です。あ、まだあったはい、お次飴ちゃんです。モヘジの飴ですね。こちらもね、毎年福袋の中に入ってるんですよ。そんなにたくさん入ってないので、仕事中にパクパク食べると1日でなくなっちゃうやつですねこちら飴が入ってました。はい、お次はモヘジのサラダの馬だれ。結構入っているものは毎年同じかもしれないですね。お兄ちゃんがこの馬だれ大好きで、割とカルディで毎回買うんですけど、福袋に入ってるとさ、すごく嬉しくなるよね。はい、こちらドレッシング入ってました。はい、そしてじゃん、パスタソース、ボンゴレ味のパスタソースが入っていました。パスタだけじゃなくってリゾットとかパエリアにも合うよっていうね、ソースなので結構使えるんじゃないかなと思います。そしてじゃん、エクストラバージンオリーブオイルが入ってました。オリーブオイルって結構さ、買うと高いから、こうやって福袋に入っているとすっごく嬉しいですよね。洋食系作るときはオリーブオイル使ったりするので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、お次、みたらしくるみミックスジャム。こちらはくるみが入ったみたらし風味のミルクジャムです。パンやお餅につけてどうぞって書いてあるので、お正月余ったお餅とかにつけてもいいし、朝食パンにつけてもいいって感じなので、ちょっとさ、これは食べたことないので楽しみです。はい、牡蠣のアヒージョ、これもね、お酒のおつまみにちょうどいいので、ビールに合うんじゃないかなと思います。嬉しい。はい、お次、ナチュロニピュアカナディアンハニー、蜂蜜ですね。こちらが入っていました。蜂蜜もカルディ毎回入っているんですけど、蜂蜜もパンにチーズ乗せて、でその上に蜂蜜かけて食べるのが私大好きなので、めちゃくちゃすぐなくなっちゃいそうなんですが、大活躍しそうです。はい、お次がこちら、ジャンナッツの紅茶ですね。こちらは去年赤いカンカンの、多分アップルだったかな、入ってたと思うんですが、今回はマリーゴールド風味の紅茶だそうです。なんか可愛いね、この猫ちゃんがさ、めちゃくちゃ可愛くない？今年もジャンナッツの紅茶入ってました。お次がこちら、もうカルディといえばっていう感じだと思うんですけれども、ドリップコーヒーですね。これはこちらも毎年入ってると思うんですけど、私コーヒーすごい好きなんですけど、たまにさ、コーヒーがすごい切れちゃう時があるんですよ。そういう時にめちゃくちゃ役立つ、なので、あるとね、便利だと思います。福茶、ナイロンメッシュの三角型のティーバッグになっているので、飲みたい時にカップにね、ティーバッグをポンって入れてお湯を注ぐだけってやつなので、めちゃくちゃ便利です。はい、そして最後、モヘジの手ぬぐいエコバッグ、こちらが入っていましたね。黄色い柄に、ここの赤のね、タグモヘジって書いてあります。ちょっと開けてみたいと思います。こういう感じのエコバッグです。かわいいね。ここを結ぶとこんな感じでエコバッグになるよっていう、モヘジの手ぬぐいエコバッグが入っていました。はい、ということで4500円のカルディの福袋はこれだけ入っていました。めちゃくちゃ盛りだくさんで、なおかつ美味しい商品がたくさん入っているので、すっごい嬉しいです。ということで、カルディの福袋は以上になります。次はですね、久世福商店の福袋も買ったので、久世福の福袋も一緒に紹介しようかなと思います。久世福商店は1980円の福袋を買ってきました。久世福もめちゃくちゃ人気なので、すっごい並んでたんですけど、朝一で行ったのでどうにかゲットすることができました。はい、じゃーん、久世福商店ってさ、やっぱさ、今すごい人気だよね。ガーリックトマトソースですね。これさ、本当に美味しいんだよね。さっきのカルディの福袋にパスタがあったので、ちょうどいいよね、使えるから。トマトをベースにオリーブオイルで炒めたガーリックをじっくり煮込んだ商品となっております。市販のパスタソースよりもちょっとだけワンランク上の味がする感じがして、めちゃくちゃ好きです。あとはこちら、オニオンマスタードマヨネーズソースですね。これも私よく買うんですけど、もうね、サンドイッチにめちゃくちゃ合うんですよ。
食パンにこのオニオンマスタードマヨネーズソースを塗って、でレタス挟んで食べるだけでめっちゃ美味しいの。だから入っててさ、めちゃくちゃ嬉しい。お次はこちら、ゆず味噌です。これは初めてですね。爽やかな柚子の香りと味噌がマッチした優しい味わいだって。また別の動画にはなってしまうんですけれども、ちょっとね使ってみたいと思います。なんか紙袋に入ってるのがありました。じゃーん、わお、塩キャラメル入ってた。絶対美味しいやつだよねこれ。こちらのクラッカーも入っているので、この塩キャラメルのペーストをクラッカーにつけて食べたらさ、もうエンドレスって感じですよね。こちらが入っていました。久世福商店の1980円の福袋はこんな感じになります。全部さ、使えるものが入っているので嬉しすぎるって感じですね。はいはい、食品最後、お次はマクドナルドの福袋を開封していきたいと思います。マクドナルドの福袋もめちゃくちゃ人気だよね。結構ね、面白い商品とかも入っていて楽しみです。今回は何が入っているんでしょうか。今回はブルーノとのコラボ商品みたいですね。じゃーん。まずはこちら、ピンクのコインポーチが入っていました。いいね、これ。結構役に立つんだよね、コインポーチって。こちらもですね、他の色もあるそうなんですが、ピンクのコインポーチ入ってました。こんな感じでね。かわいいね。はい、そしてこちら、同じくピンク色のミニプレート入ってました。わお!かわいい!ポテトの形した加湿器入ってました。え、めっちゃ可愛くない?これ。マジでマックのポテト。ほら、かわいい!こんな感じになっていて、ここからね、水蒸気が出ると思うんですけど、仕事場のデスクの上とかに置いといたらちょうどいい感じのサイズ感となっております。かわいいね。結構遊び心すごいあるやつ出してくるよね。そしてこちら、ブランケットですね。ブランケットが入ってました。はい、こんな感じのピンク色にマクドナルドのマークとブルーノのマークが入った膝掛けぐらいのサイズ感のブランケットが入っていました。めちゃくちゃ使えそうですね。かわいい。はい、そして最後にこちらのマクドナルド新春商品無料券というものが入っています。いろんな種類のバーガーだったりポテトの無料券がついているので、かなりお得な福袋になっているんじゃないかなと思います。ということで、マクドナルドの福袋に入っていた商品は以上になります。今回、食品の福袋を今紹介したんですけれども、この後山田屋さんで買った洋服の福袋を紹介しようと思うんだけど、ちょっと尺が長くなってしまうので、次の動画で山田屋さんの福袋は公開しようと思いますので、ぜひ、そちらも見ていただけたら嬉しいです。ということで、2024年も、どうぞよろしくお願いいたします。